皆さん、あのカメラが最初は前から撮るんですけど、リアクションしたらカメラ後ろ回るんで、見切れたりしてもこう避けたりすると余計目立つんで、あの普通に歩いて堂々と色々撮っていきます。いいですよ。2時半ですよ。まだまだ2時半で、2時ただですね、はい、飲み旅のしおりよりは30分押してます。おえちょっとテンポよく、すいません。いやいや、でもここからはだってゆめまるさん肝入りの巨木でしょ。巨木ね。ここはだって丁寧に行かないと。まあ本当に相当インサート撮るからね。もう絶対必要ない、この根っこのこういうインサート撮るから。こういうのどうすから。あ、そっか。こういうのどうしてるね。でも、でかサボテンやん。いいから。でかいやん。臭いから。でかいけど、でかサボじゃん。こんなんやってたらもうさ、1時間押しとかなるから。ありがてえな。全部普通すっごい嬉しい。こうわって言ったらわって来てくれる。やだよ俺も。わっ、あの古種で結構来てんだから。古種でね。あの古種。待って、うわ巨木だ。でかあれでしょ。何やねえ、ねえ、一番目立つ動きしてた。うわ巨木だ。でかあれでしょ。ねえ、一番目立つ動きしてた。なんかカチャカチャってなってた今、巨木のとこ。この撮る前にスタッフに避けると言ってたよね。目立つんで、ちょっとカメラマンが一番、カメラさんがもうこんなになって、ディレクターがこんなになって、かしがて巨木が今、巨木あるから見えたんだから。行きましょう、行きましょう、行きましょう、行きましょうじゃないよ。おっとおっと、おお、マジか、すげー。これランク外。うーわ、すげーな。いや、これはすごい。なにこれ、すごいよ巨木。あ、これはすごいわ。すごいね。日本の第5位ですか。5位。これで5位でしょ。すごいね。でか。樹齢3000年。3000年。何時代からですか。だから3000年なんて、だって俺らのいわゆる西暦より、西暦より前や。紀元前。紀元前だ。すげえ。よく残ってんの。縄文とか弥生よりも前ってこと。あんまりそのさ、額が出る話しない方がいい。わかります。わからん。わかるでしょ。うん、縄文、縄文。縄文？縄文からあると思う。縄文からあるでしょ。すげえわ。感動しちゃうわ、なんかちょっと。裏側すっごいね。あ、すごい。まあ、ね、見てる方がね、たくさんいますけど。え、ちょ、かかしだよ、あれ。びっくりした。このびっくりした、怖い。え、あれさ、人間じゃないの。手前と真ん中のやつは分かるじゃん、かかしだって。一番さ、左にいるやつさ、リアル人だと思う。リアルすぎるな、あれ。カメラ持ってるもんね。スマホでやっちゃってるもん、うん、人形と撮りましょう。あ、人形、はい、人形と撮るんだ。いるかな。どの人形か。この人形どれが好きですか。どれが好き。いや、でも仲間に入りそうなのはこれ、これかな。うん、うん、いや、なんかこんな感じ。この子、ゆうきのこと好きって言ってるわ。はぁ、めっちゃいい感じやから付き合ったらいいんじゃん。あ、別に誰か、お前いいって。お前、マジですごい。え、ガチガチ。いや、なんか別に俺もお前のことなんかありっちゃありやけど、しゃべれや。これいります。ちょっと巨木バックに写真撮った方がいいんじゃない。あ、確かに。ちょ、撮れますよ。うん、あー、めちゃくちゃいいよ。あー、いいよいいよ。ちょっと俺も撮ってください。じゃ、ちょ、もうちょいね。こっち、こっち大きく入れるよ。これどう。中学2年生のボケじゃん。中二のボケ。めっちゃいい顔してる。矯正いいよ。矯正がとかで。なんか、イシピーもいるし。入っちゃった。
俺間違ってる間違ってる俺と巨木でしょちゃんと撮るね、うん、OK 家だうんアップいらないって巨木と撮ってって言ったら巨木入ってるじゃんじゃあ巨木ねそのもっと全体像の巨木をさ、はい、次行きましょう次行かなきゃ、うん、サクッと行ってそう全然サクッとしてなかったよ巨木はい巨木シリーズ第2弾ということで見てこれまたオークスよ塚崎のオークス、うん、これは第何位なんですかこれはランク外ですねランク外になるんだ普通なんかランク外のところから行くんじゃないいや近かったんですよさっきのところ近かった近いって理由一番大事だから撮影に関してはどんどんこう下がっていくの小さくなっていくただ大きさだけじゃないんでねああるんだなんかあるんだここは1963年に落雷に遭いながらも力強く壮大な姿を誇っていると落雷にあっても燃えなかったんだ生命力がすごい木だ中がもう空洞になってて、はあ、外側だけが残ってるような状態でまだ立ってる行くけ行きますか行こうかこれは行こうああいやでも結構な急な坂よここ急じゃない登山じゃんすごいねこれ気をつけてよ足元はいあでもなんかもう一気にさなんかちょっとなんていうの雰囲気あるよすげえめちゃくちゃ竹いやでもすごいねこんなこれ散歩コースめっちゃいいじゃんねいいな竹を竹を気持ちいいな静かだしわあさらに険しいよさらにねここもおっとおっとおおマジかすげえこれランク外えすごいじゃんすげえうわ超すげえじゃん想像以上だよこれすごいよマジでこれすげえよ落雷がありながらえでも落雷があったから今この形になってるっていう奇跡ですよねこれ奇跡の巨木だ、うん、いやでもマジで気持ちいいわ、ね、どっちもう一本ありますからもう一本もう一本でもこれ近くにあるっすよね超えれるもうだって相当すごいよ5位来て落雷来て次何ずっと燃えてるとかじゃないですか巨木がもうおーって見たいけどなあーすごいあー神社立派なちょっとせっかく神社なんで引いちゃうおみくじやりましょうおみくじこの時期におみくじだとシンプルなやつにしますかさみくじあこれ初めてじゃないなんかこういうの絵馬掛けの LED に結んでくださいなんかこう最先端行ってるねこれこれはねもうさっと引くのがかっこいいですかはい開けちゃっていいかなはい開けたら書いてあるのか傘だすげえあーコウモリが咲いてましたあれ何やつだ、ね、ここあるけどそのはい出ました、はい、何でしょう小吉あら小吉旅旅行うんそれ大事よ交通事故に注意やめてよ本当にねやめて怖ーこれさあ私はい中吉なんかこういうのでね強化大強化大じゃないとこじんまりとしちゃった、ね、中吉でも他はねどうなるか分かんない、はい旅行はい控えて吉来ちゃったんだけどもねもう来ちゃってるけど、うん 控えた方がよかったんだ願い事助っ人が現れてかなうこれ助っ人トリオだこっから土佐三兄弟誰一番下作んなきゃ三男ちょっと親父とお母さんにお願いしよう一切ゼロでいいですかあ、鳥居の奥 だもうその巨木に向かっていく鳥居がありますもんねすごい御神木って書いてある鳥居が樹齢3000年うわーすげえ神社があることによってさ、はい、そういう歴史とかもあるわけじゃないこう祭事とかさそうですね昔の人がこう、うん、結構信仰してるものだから、うん、
ちょっとあんまりふざけた気持ちでいけないよね。そうね、もう、うん、ちょっと2本ちょっとふざけちゃってるからね。ちょっと待ってよ。うわすげえ。うわすげえな。すごいね、これすごいよ。すげえ。神様が住んでる。うん、いや本当そういう世界観がね、あるよね。あこれはすごいわ。しかもここに来たらさ、ひんやりしない？ひんやりしてる今すごい。これちょっとパワー感じちゃって。力入っちゃってる、ね。あれちょっとだけふざけてる。ちょっとだけね。プチふざけぐらい。プチふざけは許されるから。いや3本ともすごかったね。うん、だからラストのやつもすごく神聖なものだったわ。パワーを感じましたね。ということで、はい、この後本日はもう残りは全て自由時間。おいおい自由時間もらっちゃったぜ。自由時間だ今ので。なんかいい具合に酒が抜けて、そうなんか今もうちょうどね、さっき飲んだお酒が全部抜けて、ね、今からまた新しく飲める。いやなんかさ、この地の人とかって町の人に声かけて、うん、あーいいっすね。その人たちのおすすめみたいな聞いて、めちゃめちゃいい。それ一番早いから。で間違いないしね、近道だし。じゃ、うん、観光案内所とりあえず行こうぜ。あー戻ってまたすいませんっつって、また行く、助けてって。一階の山口さんにもう一回聞きますか。確かにね、はい、綺麗な眉毛してた。綺麗だった。あーいた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 、山口さんいた。山口さんぐっちゃん、ぐっちゃん来て。ぐっさんこんにちは、帰ってきました。お帰りなさい。竹雄のおすすめの店とかあれば教えていただきたい、うん、ちょっとなんか飲めるような、うん、あー韓国料理とかは好きですか。韓国料理佐賀でモハノっていうお店があるんですけど、モハノ韓国の方がされてて、ここのスタッフで行ったりもするんですけど、近いんですか。はい、近いです。歩いて5分ぐらいです。え、じゃあモハノ、モハノマップとかお渡ししましょう。いいですか。いいですか。はい、ありがたい。なんて優しい、ね、どうぞどうぞ。すいません、はいはい、旅だな。旅してるな。普段の旅より旅してるわ。旅よ、こんなね、観光案内所のお姉さんにちょっとときめいて、声かけて、声かけて、おすすめのお店行って、うん、あ、モハノ、モハノだ。あ、モハノ、モハノある。あれちゃう、 あれだあれだあれだ、モハノやってまいりました。韓国ダイニング、はい、ちょっとやってないですね。1時間後6時から。うわーまずいぜ。なんかやってるとこもう見つけます、この辺で。ねえ、せっかくだし。バーとかはやってないしね。ね、うわめちゃくちゃ渋いよ。渋い。渋いね。渋い。リロ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 リ。うまそう。